い、どうも、うみです。本日も好きだ実況していこうと思います。はい、前回はね、ほんと男女逆転で3人の推しと子を押し倒したり、抱えて運んだり、もうすごい主人公ちゃんがかっこいいってなってたんですけども、はい、今日はたくさんまたね、可愛い男の子の一面を見ていきましょうということで、これですね。今日は雨だ。はい、あ、またあれか、多分こっから続きでしたね。桐島くんもが熱出てて、おんぶしてね、保健室かなんか連れていくってとこまででしたね。食堂に行く、試着にか参加する。試着だと学祭だと思うから、食堂試着。でもホットケーキって言ってたよね。あ、メイドか、メイドって言ってたから、じゃあダメだ。帰るだとさ、どうなるの？何もイベント起こらないとかあるのかな、そんなの。はい、折りたたみ傘を忘れた。あ、濡れて帰る。しばらく様子見よ。これいけるんじゃない？小野寺、小野寺くんの出番よ。小野寺くん、あれ、海っちじゃん、どうしたの？あ、じゃあ傘忘れちった。まあ今朝は晴れてたもんね。私今から帰るけど傘入ってく？駅までなら道一緒だし。あ、うん、じゃあ行こう。あ、女の子、友情エンドとか？私今日は家の用事あるから、部活休んで帰ってたんだけどさ、その用事ってのは親戚にもらった子猫と名付けの家族会議で、はいはい。あ、世間話をして帰った。あ、なるほど。誰にも会わないってことか、やっぱり帰るだと。いよいよ明日から文化祭です。明日と明後日の2日間、皆さんで文化祭をやり遂げましょう。でも急いで濡れて帰るだったら、そこで小野寺くんが来る説もあったのかな。海、いよいよだな。メイド服はまあ恥ずかしいけどさ、2年全員ってなかなかないし、みんなが着ていればそのうち慣れるよな。いい文化祭になるといいな。一緒に頑張ろうぜ。いやー、津田くんは普通にいい子なんだよな。あー、小野寺くん、こんにちは。今日も先輩、明日から文化祭っすね。射的は1年2組でやってるんで、見に来てくださいね。行く行く。あ、でも俺がいない時に来られても意味ないか。じゃあ後で俺がいる時間を教えるんで、連絡先交換しときましょう。おーほー、よっしゃ、連絡先ゲット。てか先輩って文化祭一緒に回る人いるんすか？よかったら俺時間作っときますけど。お、え、いでで、足踏んでますよ先輩。冗談ですって。あ、いや、そっか、この女の子はね、そんなんでドキってなるような女の子じゃないもんね。そうだったわ、かっこいいもん。あ、桐島くんとは1回しか会ってないから、そんな仲深まってないってことなのかな。皆さん、くれぐれも、あ、ちょっと待って、え、飛ばしちゃった今分。さあみんな準備はいいですね。交代制ですから、自分の交代時間を忘れないように。このクラス、いえこの学校を訪れる者すべてに我々のメイド魂を見せつけましょう。一緒に頑張ろうね、海ちゃん。あー、でも友達のさ、立ち絵もちょっと欲しかったなって思っちゃったね。友達 A ってめっちゃ出てくるけどね、名前すらないっていう。あ、いた。あ、海先輩来た。小野寺、どうも、先輩のメイド姿を拝みに来ましたよ。いやー、いいっすね。俺この年にこの高校に入学できてマジでよかったっすわ。あ、後で一緒に写真いいっすか？ここのメニューホットケーキなんすね。甘い系のトッピング全部抜いてもらう。あ、甘いの苦手なんだ。それじゃあ早速入店しちゃおっと。俺先輩にエスコートされたいな。おー、いいですね。あ、津田くんよ、海、繁盛してるか？他のクラスも見てきたんだけど、やっぱ集団でメイド服着てる光景ってすげえな。それで、あのさ、お前メイド服に似合ってるよ。あはー、ありがとうございます。しばらくしたら俺もそうなるって。お前思い出させるなよ。そうね、津田くんのメイド服見せてください。そっちの方が重要なんで。海さんはそろそろ交代時間ですね。お疲れ様です。お、これは津田くんのあれ見れるのかな。自由時間だ。ちょっと待った、ちょっと待った。自分のクラス、射的行くよ。小野寺に会いに行くよ。海先輩、こっちこっち。どうもっす。あれ、もうメイドじゃなくなっちゃったんすか？なんだ、じゃなくて、わざわざ俺のクラスまで来てくれるなんて嬉しいな。射的やりに来たんすよね。さ、どうぞどうぞ。やる、やらない、ここでやらないって言ったらね、何しに来たんってなるよ。やる。せっかくなんで1等狙ってくださいね。
狙いますとも。なんならちょっと、あでもここ、そっか、主人公ちゃんがかっこいいとこ見せるもんね、自分で、自分自身で。すげえ、本当に一等取ったんすね、あの的わざと重くしといたのに。あ、なんか細工してる。一等の景品は図書カード1,000円分、めちゃくちゃいい景品。学校でそんなめっちゃいい景品置くの？まあ学校の文化祭っすから、景品はこんなもん。いや十分十分十分よ。でも一等打った先輩かっこよかったな。あ、今度一緒にゲーセン行きません？シューティングゲームやりましょう。あー、いいですね、ゲーセンデート楽しそう。まだ時間がある。なるほど、津田を誘う、小野寺を誘う。あ、津田、小野寺を誘う、あるじゃん、小野寺完全ルートいけるんじゃない。小野寺待ってましたよ先輩。さあ行きましょう。首痛めポーズしてる、もう男のかっこいいポーズ。あ、先輩、お化け屋敷やってるみたいっすよ、入ります？そういえば先輩ってホラーとか大丈夫なんすか？俺は全然平気なんすけど。全然平気。そうなんすか？なんだ先輩が、あー、これ苦手にするべきか。あ、苦手にするべきだった。あー、やっぱ俺ちょっと怖くなってきちゃったかも。誰かと手でもつなげたらな。え、これさ、え、待って、逆にやっぱかっこいい私が好きなんでしょ、小野寺くん。ってことは案外いいんじゃない？死ね。選択肢が怖い。もう毒舌じゃん。握る。なんちゃって。え、先輩、これ失礼ある？そりゃそう言ったのは俺ですけど、本当につなぐとは思ってなかったっていうか、そんなに強く握んなくても逃げませんって。もうじゃあ行きましょう。いやー、いいですね、めちゃくちゃいい、キュンキュン、可愛い小野寺君、やっぱ後輩キャラっていいんだよな。皆さん一日お疲れ様でした。今日はゆっくり体を休めて明日に備えましょう。はいはいはい、また明日になって、ここであれなんかな、エンディング分岐とかなるのかな。みんな2日目も張り切っていきましょう。はい、2日目も張り切って小野寺くんを落としに行きます。やあみ、あのさ、今日一緒に来た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 よ、これ完全小野寺ルートっしょ。海先輩、もう探しましたよ、よかったら今日一緒に行き、バチ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 、もしかして海先輩と約束されてました？え、いやしてないけど。そうですか。いやいい修羅場、いい修羅場、両手に花じゃん、ほうほう。小野寺と行きますとも。海先輩、よかった、今日先輩と行けなかったらどうしようって思ってたんです。そっか、あー、なんか切ない。わかってるって、俺そろそろ行くよ、じゃな。うわ、切ない、津田。え、これや、津田くんちょっと切ないな。じゃあ行きましょうか。いやー、つらたんですね。あ、先輩見てください、園芸部が花冠作らせてくれるらしいですよ、入ってみましょう。もうデートじゃん、学校デート。先輩できました、花冠。こういうのっていいですよね、可愛いし。これ頭にのっけてる人、廊下とか模擬店の列にちらほらいましたよね。それ見て俺先輩にも似合もうね、先に作ってかぶせてあげる。いやー、お姫様みたいにね、可愛いじゃないの、可愛いよ。あ、先輩が作ったやつくれるんすか？あー、可愛い可愛い、あー可愛い、天使がいるここに。あざっす、似合ってますか？かわいい。じゃあ俺のも先輩にあげますね。本当は俺から渡したかったんですけど、先越されちゃったんで。大事にしてくださいね先輩。いやー、いいですよこれはね、もう絶対量もいけるっしょ。あ、そろそろ演劇始まる時間っすね、見に行きません？俺演劇の衣装ちょこっとだけ手伝ったんで、自分が直した衣装が使われてるとこ見ときたいし。よし、それじゃあ行きましょう。いつ告白してくれるの小野寺くん。あ、それとこっちがするのかな。あ、先輩こっち空いてますよ、座りましょう。もう完全小野寺くんルートだもんね。はい、劇が始まって、お、劇だ本当に。おー、 BGM も。小野寺がすぐ隣にいる。お、
お、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 おほほ、握ろ、行くよ、私はガンガン積極的に。控えめに手を握り返された。いや、小野寺くん可愛いな、シャイじゃん、ウブじゃん、可愛い、ウブラブじゃん。お、劇が終わって、もうさすがにいけるっしょ、手まで繋いだ中だよ。あの海先輩、さっき言って、あのぶっちゃけ先輩って俺のこと好きですよね。え、これで、いや別にって言ったらさ、怖すぎん、さすがに主人公ちゃん好きだ。はい、告白の仕方もさ、あーちょっとごめんなさい、ちょっとディスコがディスコが下にあるんですけど、ちょっと映っちゃった。ねえ、好きだって告白仕方も男前。マジっすか、うわーマジか、え、いける。いや、まあ俺がそう聞いたんすけど、そんな直球で言われると衝撃がすごいっていうか、俺先輩に好きになってもらえたんだ。あの俺も先輩のこと好き。あーい、あーかわいい、あーかわいい、照れてる照れてる、小野寺キュン、小野寺キュンかわいい。あーやばい、俺先輩と両思いになっちゃった。あー、こっち見た、こっち見た、こっち見ましたよ皆さん。あらかわいい、あらかわいい。先輩から手握られた時、俺頭真っ白になったんすよ。手に力入んないし、手汗やばいし、どうしようって。手は昨日お化け屋敷で繋いでましたけど、それとは別物、比べ物にならないくらい緊張して。マジで乙女だな小野寺くん。正直今もフラフラするっていうか、さっきからずっと心臓ドキドキしてて。かわいい。ねえ、これ夢じゃないですよね海先輩。あ、何、あ、何、じゃあ、わーいめちゃめちゃによかった。あ、これ小野寺くんルートだから、小野寺くんのスティルが流れるとかなのかな。ちょっと、いいですね、なんか結構サクッとエンディングクリアできたし、こう他のも全然すぐ回収できそうだし、あ、かわいい。いや、もう完全にお姫様だった。いろいろさ、言ってること、なんだろう、なんか仕草もとかだけど、言ってることもめちゃくちゃ乙女だったよね小野寺くん。すごく心臓ドキドキしてフラフラしたりとか、なんかね、もう手汗やばいしとか、めっちゃ気にしてるところも可愛かったし、よかった。ちょっと小野寺くん、ええ、何これ、これネタバレ、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 ちょっとネタバレされた、ちょやばい、ネタバレスルーされたんだけど。え、ちょっと待って、どういうこと。え、ちょ待って、ロードで、あのさ、あそこさ別にみたいなのしたらバッドエンドに行くんじゃないかなっていう。これやってみていい、そっちでまた別スチルあったりするのかな。はい、だったらなんで手なんか、俺のことからかったんですか。あ、やばいやばい、俺は本気で嬉しくて、なのに先輩と会うようになって、俺ちょっとずつ先輩に近づけてるような気がしてて、お化け屋敷でも本当に手つないじゃって、すごく近づけた気になって、だから手握られて、もしかして先輩も俺のことって思っちゃったんですけど、全部俺の勘違いでしたね。先輩は俺のことなんか、すみません、俺もう行きますね、お疲れした、じゃあ。え、うん、何もしてるはない、ただただバッドエン